四古丹村は北海道四古丹郡の村。村名ははじめ社古丹といい、愛の語に由来する。2019年現在四古丹村を含む北方領土に日本の死政権は及んでおらず、法律上のみ存在する村となっている。当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土問題の項目を現状に関しては、 現在の四コ担当の項目を参照のこと。また、現在のロシア領としての自治体は、マロクリリスク、クラボザボウツ海軍を参照のこと。四コ担当全体を占め、西には四股担水道を挟み、ハボマイ群島のタラク島と相対する。島は、白亜気候機の地質で侵食により、北海道本島から取り残されたと見られる。このため、 比較的なだらかな産地、丘陵で構成され、シャコタン湾など天然の良好に恵まれている。近代以前の歴史については、シコタン島の歴史を参照。根室、千島歴史人名辞典による。水産業が中心だったが、根室への速やかな出荷が困難なため、加工品生産が中心となった。8月15日現在総務省統計局。 国勢調査小学校根室校から、能登旅行、車庫炭鉱へ定期船が通っていたほか、会社関係の臨時便があった。島内でも主要な交通機関は船で、道路の整備は遅れていた。関節駅停、ありがとうございます。